覚えているかな。世界から呪霊をなくす方法。どんな手段を取るにしろ、一つ上の段階へと進む。さて、動く時間を稼がないとね。人類のネクストステージでは重力からの脱却だよ。違う、重力の最適化だ。いや、俺にはどちらもさっぱり。プランは12年前、全員当時が死んだ時点で捨てたと思っていたよ。僕に話しかけたんだけどね。まあいいか、死に帰ったのさ。それにそっちのプランには、海外では日本に比べて呪の発生が極端に少ない。人間を利用され、術師となるのはこの国の人間限定。ほぼ日本が独占することになる。まあもちろん世界各国が黙っちゃいない。エネルギー源なんだ。どんな不幸が生まれるかは想像に安いだ。これは私が描く理想とはかけ離れた世界だ。だがまだまだこんなものではないはずだ。人間の可能性は他を生み出そうとした。だがそれではダメなんだ。私から生まれるものは和の性の域を出ない。答えはいつだって根本の中で黒く輝い。わかるかい。私が作るべきは私のテクトだったんだ。マヒトとかいう時代が言うだろう。魂に対象取り込んだけど鍵が無理でんぺん。